平成24年台風第24号は2012年11月27日に発生しフィリピンなどを襲った台風である。新緑11月23日にカロリン諸島ポンペイ島の南東の海上で形成が始まった。11月25日にはポンペイ島の南南西410キロ付近で熱帯低気圧となり、11月27日に マーシャル諸島の北緯4度付近で台風となり、アジア名、ボーファと命名された。命名国はカンボジアで、花を意味する。なお、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、パブロと命名している。台風は、精神し、12月3日にパラオの南方を通過。12月4日に、フィリピン民団の弟岸に上陸したの後、島を横断して、 南シナ海へと抜けた。南シナ海で停滞していた台風は8日頃からルソン島に接近していたが、9日に熱帯低気圧となった。熱帯低気圧はルソン島に最接近した後10日に消滅した。ISS から撮影された台風24号12月1日にパラオ国家危機管理局が公共施設に避難所を設置するなどしたが、震度がずれたことから、 大きな被害は免れた。ミンダナオ島を中心に、全土で、暴風雨による倒木や飛来物、洪水、土石流などが発生。6日までに確認された死者は、ミンダナオ島東岸で258名、南部のバターン州、コンポステラバレー州で191名など、計475名、行方不明者は少なくとも377名とされ、全国で、 約18万人が公共施設などに避難した。台風による洪水などで25万人以上が家を失い、9日までに確認された死者は540名、フィリピン全土での被災者数は540万人に達した。フィリピン政府は国家災害に指定した。台風直後のミンダナオ島では10日に M5.8 の地震も発生した。この台風のアジア名、 オーファは、この台風限りで、使用中止となり、自順からは、アンピルというアジア名が使用されることになった。ありがとうございます。